心の中でじわーって響いてあら、どうでしたかこの女優さんは。いやーもうなんて言うんでしょうね、素晴らしかったです。もう本当に3人でいる時のシーンがまあ結構あるんですけど、そこで流れている時間っていうものが本当になんて言うんでしょう、こう、まあ、僕をその文を通してもう一つの幸せみたいなものがずっと流れていたので、やっぱりなんか幸せをありがとうっていう感じです。どうでしたか松坂さんとお仕事して。演技中になんか松坂さんの声が心の中でじわーって響いてなんか松坂さんってすごいな、素敵だなって思ったのを覚えてます。あら、モテモテですね。いやもうなんか今の感想がじわーって響いてますね、このねシーンのところもぜひ皆さん見逃さずにね、というかもう熱くなるシーンでございます。どうもありがとうございます。